はい、苦味塾の苦味です。よろしくお願いします。英検1級に出る単語を解説していきます。今日は L というお話です。L という言葉が来ると光を表す時があるんですね。例えば一番最初の言葉、Light、おなじみの光ということです。名詞ですね。下の方行きましょう。Illuminate、これは動詞で照らすということですね。よく日本語でもイルミネーションなんてしますけども、L 入ってます。さらに行きましょう。Luminous、これが形容詞で光を発するというふうな意味なんですね。さらに行きます。一番最後です。Loom、これが動詞でぼんやりと現れるということですね。少し光が見える感じです。ということで、L が来ると光を表すことがあるというお話でした。それでは今日はここまでです。また次回よろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。